そろそろ娘たちが帰ってくる時間かしらね。お父さんは結局出張先で大火災が起きて帰れなくなったらしいし、大丈夫かしらねー。ただいまー。ろか、今日もまっすぐ帰ってきたのね。うん、今日は月下姉に新技の特訓に付き合ってもらう約束なんだ。ん、月下が。とりあえず準備するから先に行くねー。おかしいわね、今日月下塾で遅くなる予定だったはず。お母さんただいまー。月下、塾はどうしたのかしら。あー、今日は設立記念日だから休みだよ。あなたの塾には何日設立記念日があるのよ。それじゃあろかが待ってるから行ってきます。あら、まだ話は終わってない。っているわけないか。まったく、あの子のサボり癖は一体誰に似たのかしら。さて、そろそろ晩ご飯でも作りましょうかね。大岡と節下は今日も遅いのかな。ここは、四季神社と呼ばれる何百年前からある由緒正しい神社。この人は私たち四季家の源頭主で私の旦那の。四季、頭や。仕事は四季神社の神主と、世界防衛機関、地球防衛軍の隊長を務めているわ。実は、最初は地球防衛軍だけだったんだけど、前官主の祖父が亡くなって後継ぎがいないということで、当夜が地球防衛軍と掛け持ちで官主もやるようになったのよね。そしてその妻である私、四季、レイカ。私も昔は当夜と同じ地球防衛軍の隊長を務めてて、結婚を機に仕事を辞めて専業主婦と官主業をやっているわ。お父さんとは地球防衛軍入隊の時からのチームメイトだったのよね。あ、それは聞いてない。それじゃあ娘たちを紹介するわね。最初は長女の月下。まあ、この子は夏を操る程度の能力で、詩人は朱雀を受け継いでるわ。この子の紹介を一言で言えば天才ね。運動、勉学、能力全てが完璧、一番私たちの能力を受け継いだ子ね。年は16歳、新生女学院高等部の高校2年生。性格はおっとりマイペースで、自分にも相手にも甘い子かしらね。あとは学年トップで生徒会長、文句のつけどころがないのがデメリットね。それでこの子が次女の節下。三女の大岡とは双子で、節下がお姉ちゃんになるわね。冬を操る程度の能力と、詩人は声優を宿しているわ。この子は間違いなく月下と同じ天才なんだけど、詩人か声優のせいで力をうまく使えない子なのよね。本来冬は玄武なんだけどね。この子は13歳で公立の中学校に通う中学2年生。性格はおとなしくて、人とは全く話そうとしないわね。勉強も普通、戦闘能力は頑張ってるけど、ちょっと苦労するなーって感じかしらね。次は三女の大岡。次女の節下とは双子で、大岡は妹になるわね。能力は春を操る程度の能力、詩人は玄武を宿してるわ。そう、大岡が玄武、本来春は声優なの。そう、つまり詩人が大岡と節下を赤子の時に間違って逆に宿ってしまったの。だから大岡も節下と同じく才能はあったんだけど、詩人との相性のせいで全く力を使いこなせてないのよね。大岡も節下と同じ公立中学の2年生。性格は破天荒、最近なんか、妖艶に舞う桜姫、って自分で言ってるわね。以前もなんか怪我もしてないのに眼帯つけたり、包帯巻いたり、私の振袖を勝手に持ち出したり、挙句の果てには髪を黒く染めて髪の色がおかしくなったりと、今のところ、一番の問題児かしらね。それで最後は四女のろかね。ろかは秋を操る程度の能力で、詩人はやっこを宿してるわ。ろかは月下と同じく天才なんだけど、すぐに技とか覚えちゃってすぐサボる癖があるのよね。ろかは11歳で公立小学校の6年生で、月下が通う新生女学院に向けての受験勉強をしてるわね。この子もまあ、運動、勉強なんでも完璧にこなすから、ちょっと私からしたら残念ね。性格は元気いっぱいで、いろんな人にも積極的に話しかけたり、何でも首を突っ込むようなオープンな性格をしてるわね。いつも問題を起こすから、本当大岡とは違うハラハラを与えてくる子だわ。みんな元気なんだけど、いろいろ問題を抱えて本当大変だわ。さて、晩ご飯何にしようかしらねー。はぁ、何やってるんだろ、私。結局帰らずにこんな森の方に来ちゃった。どうせ帰っても、私の居場所なんて。どうせみんな月下を姉ちゃんとろかちゃんに期待する。私なんて、誰も期待されない。おやおや、そこにいるのは我が姉ではないかね。こんな森で会うなんて、やっぱり私たちには何かすごい力があるのかしらね。大岡、こんなところで何してんの。ふふ、今日こそわらわの演舞を完成させるための。大岡、いい加減にしなよ。最近わけのわからないことばっかり言って。帰りもずっと遅くて。学校も遅刻、成績もほぼ最下位。挙句の果てには髪を染めて変な色になってる。何がしたいの。せっかちゃんならわかるでしょ。落ちこぼれの気持ちが、努力しても努力しても月下を姉ちゃんやろかちゃんに話されていくばかり。だからといってサボっている理由には、じゃあ何しろっていうのよ。
このまま負けることが決まってる戦いをずっとやってろと。私は石化ちゃんみたいにはなりたくない。全部中途半端で結局結果を出せていない。なら私は自分の好きなことをして、卒業したらすぐにでもこの家から出て行ってやる。おうか。私は私なりに幸せの形を見つける。石化ちゃんは邪魔しないで。わかった。なら勝負して決めましょう。大川が勝ったらあなたの言う通り、好きにしてもいいよ。けど、私が勝ったらせめてちゃんとした生活をしてもらうのとサボりだけはやめてもらうわ。わかった、いいよ。私が勝ったらもう私に指図しないで。いいわよ。行くよ。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。